エリザベス・リーサーは、アメリカ合衆国で活動する女優。トワイライトシリーズのエズミカレン役で知られている。他の作品では、幸せのポートレート、ステイなどに出演している。エリザベスは、1975年6月15日に、ミシガン州、ブルームフィールドで、母カレン・デイビッドソンと、父ジョン・リーサーの間に3人姉妹の次女として生まれた。 彼女のママ父は大富豪のビジネスマンであるウィリアム・デイビッドソンだった。母、カレンはウィリアムの死後、彼の会社の持ち主となった。エリザベスはジュリアード学院を卒業している。2007年にはスイートラントでインディペンデント・スピリット賞にノミネートされた。アリ・セリム監督のこのスイートラントの演技ではバラエティ師から驚きの力強さと、 ユーモアと感動的な芝居と評され、ロサンゼルスタイムズが見からは、本作のリーサーほど間に迫れる女優は滅多にいないと、称賛を受けた。また、クレーズ・アナトミーにエヴァ役でゲスト出演し、エミー賞ゲスト賞と映画俳優組合賞キャスト賞にノミネートされた。近年では、ポール・キャラハン監督の作品、約束のハドソン側で、ジョセフ・ファインズ、 ジャスティン・カークと共演した日経エンタテインメントハリウッド新世代スタースペシャル2009年5月17日発行日経 BP 社 ISBN-13978 から48億2226万3300ありがとうございます